サンドロロセイコとアレシャンドレロセイフェリューは、スペインバルセロナ出身の実業家、第39代 FC バルセロナ会長であった。2003年に FC バルセロナ会長に就任したジョアン・ラポルタの元で共同経営者やシニアアドバイザーを務め、ロナウジーニョを獲得したことで知られている。バルセロナに生まれ、子供の頃から FC バルセロナのファンであった。 ロセイとジョアン・ラポルダは2003年に出会い、ロセイは、ラポルタの FC バルセロナ会長選挙立候補をサポートした。過半数の得票を得て、ラポルダが第38代会長に就任すると、ロセイはスポーツ部門の副会長として、選挙公約のデビット・ベッカムの獲得を試みた。ロセイは80、80%の自信があると主張したが、結局ベッカムは、 ライバルのレアルマドリードに移籍した。ベッカムの獲得失敗により、クラブの首脳陣は新体制の目玉選手をパリ・サンジェルマン FC のロナウジーニョに方針転換し、マンチェスター・ユナイテッド FC との争奪戦を制して、ロナウジーニョを獲得した。当時のクラブの財政は不確実なものであり、ロナウジーニョの確保は重要なものであった。路政は語学官能で、 中南米と太いパイプを持っており、プレミアリーグ優勝クラブを差し置いての、ロナウジーニョ獲得は、路線のナイキブラジル支社幹部との友好関係による、ものであると広く信じられた。さらにデコや、ラファエル・マルケスなどの獲得にも尽力し、2004から05シーズンには6シーズンぶりにリーグタイトルを獲得した。2004から05シーズンにタイトルを獲得したにも、かかわらず、ラポルタによる、 当初の計画の実行がうまくいっていないとして、2005年6月、老生は、スポーツ部門の副会長を辞任した。2006年春、FC バルセロナがまさに UEFA、チャンピオンズリーグ決勝に挑もうとしている時に、現実世界へようこそという本を出版した。辞任に際して、ラポルタとの間に問題があったことが、明らかにされており、ラポルタ会長に対する、 直接的な攻撃に思えた。ラポルタの一期目はクラブ氏に残る好成績を挙げたため2006年に行われた会長選挙の際には路政がかつての名優の対抗馬として出馬することはなかった。将来的に会長選に出馬する可能性があるかと問われた際には絶対にないと答えている。副会長辞任後の路政はラポルタの手腕を批判し、 クラブ全体が完全に無秩序であると主張した。しかし、ラポルタがジョゼップ・グアルディオラを監督に選んだこのについては、ラポルタを支持して、そうすべきだと答え、国際連合児童基金とスポンサー契約を結んだことも支持した。2008年6月27日、ラポルタの任期が満了する2010年の会長選挙出馬を記者会見で表明した。同じ頃、 ロセイを支援するオリアル・ジャラルトがラポルタの不信任動議を提出し、ラポルタは動議の背後にいたロセイを訴えた。なぜラポルタに対抗するのかと問われると、ロセイは現在のクラブ運営は独自性がなく、透明性がなく、民主的でないからだと答えた。会長選挙にはロセイのかにラポルタ政権発足時からクラブ委員を務めたアグスティ・ベネディト、 ロセイの辞任後に、スポーツ部門の副会長を務めた、マルク・イングラ・ラポルタの後継者を辞任するジャウマ・フェレールが出馬した。選挙は2010年6月13日に行われ、クラブのソシオから61.35%の票を集めて、他候補を圧倒した、ロセイが当選した。有効得票数は、史上最多であり、7月1日に、ラポルタに代わって、 第39代会長に就任した。ジョゼップ・グアルディオラ監督を留任させ、チキ・ベギリスタインの後継のスポーツディレクターには1980年代後半から1990年代前半に FC バルセロナでプレーしたにすびされたを起用した。クラブは、路政の就任時に4億4200万ユーロもの負債を抱えており、路政は、 ラポルタ前会長のずさんな経営を痛烈に批判した。2010年12月には2011から12シーズンからのカタール財団とのスポンサー契約で強引に達し、クラブ創設以来初の胸スポンサーロゴ導入に踏み切ったが、名誉会長のヨハンクライフからは、自ら哲学を捨てざるのは賢明ではないと批判された。また、前任者に比べて、会長自身の露出は少なく、 メディア受けが良くないとされる。会長就任後初のシーズンとなった2010から11シーズンにはスーペルコパデ・エスパーニャ、リーガ・エスパニョーラ、UEFA チャンピオンズリーグで優勝し、就任者年度の獲得タイトル数を更新した。2011年夏にはセスク・ファブレガスを獲得した。ありがとうございます。